こんにちは、健康たまチャンネルのたまみです。本日は頑固な首こりのマッサージ方法をお伝えします。マッサージに使用するオイルを用意します。今回は3種類のアロマオイルをブレンドしていきます。ラベンダーは鎮静作用、消炎作用があり、とても万能なオイルです。ペパーミントは鎮痛作用、抗菌作用があり、爽やかな香りが万人に好まれています。マジョラムは鎮静作用、安眠効果が得られるアロマオイルです。みずみずしい香りで森林浴をしているような気分になります。3種類のオイルすべてを揃えなくてもいいので、一つでも取り入れてみてください。本日はホットタオルを用意します。ホットタオルを首や肩に当てていきます。首周りのストレッチをしていきます。ストレッチはとても大切なので、ぜひ行ってください。左のこめかみに手を当て、右へゆっくりと倒します。今度は右のこめかみに手を当てて、左へゆっくりと倒します。後頭部に両手を当てて下を向き、首の付け根をゆっくりと伸ばしていきます。天井を見上げて首を左右に振っていきます。ストレッチはデスクワークの合間にもおすすめです。首をゆっくりと回していきます。気持ちいいと感じるくらい伸ばしていきましょう。オイルをたっぷりと塗ってマッサージしていきます。耳の後ろから首、胸鎖乳突筋、鎖骨へ向かって力を入れて流していきます。指を引っ掛けるようにして肩を揉みほぐしていきます。手をグーの形にして上から下へと流していきます。力を入れて老廃物をしっかりと流していきましょう。親指の付け根の出っ張ったところを使って、鎖骨の上と下を流していきます。内側から外側へ向かって流します。肩のツボ、肩峰あたりを両手の重みでしっかり揉みほぐします。腕から脇へ向かって流していきます。この時強めに脇を揉みほぐします。指で挟み込むようにしてしっかりと揉みほぐします。反対側も同様に流していきます。スマホやパソコン、デスクワークなどで凝り固まってしまっている方は、
特に丁寧に行ってください。今回の首こりマッサージ方法は少し強めに行ってください。鎖骨はリンパの最終出口です。重要なところなのでしっかりと流していきましょう。力が入りづらいときは両手で行うと効果的です。全体の首・肩を優しくさすり、マッサージを終了しましょう。今日のご褒美スイーツはうなぎのパイです。簡単なので、ぜひ作ってみてください。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。コメントいただけると嬉しいです。